こんにちは。いつもトライブで遊ばせてもらってます。ゴーと言います。よろしくお願いします。で初めてここに来て初めてやった曲がさっきの君はバラより美しいなんですね。でその時は声は出ない、ギターは弾けない、
ボロボロな状態で恥ずかしくってステージ降りちゃってそこでタバコをもくもくしてたんです。6年も続けるとまあそこそこできるわけかなという、でなんか何年かやってると、なんでしょうね、なんか人に受ける曲をやりたいとかそんな風に思うことが増えたんですけど、まあ今日はあのトラさんが初心に戻ってって感じで、まあ皆さん知らないような曲になると思いますが、そんなのやってみたいと思います。一番大好きなアルバムなんですけど、その中の一曲でした。モーさん、はい、先ほどのお話のあれですけども、はい、23年7月22日が最初の日でございます。ということは7年7年は僕をやっております。
誰がいつ来たかでも、まあ、もちろんあの学生の頃はバンドで多少ベース弾いてたんですけどね、はい、では、まあ、これを知らない曲だと思います、山崎雅之さんで、すごくマイナーな曲なんですけど、ペンギンっていう曲で、これも最初の頃トラさんとよく遊んでいた曲になります。お願いします。疲れた。